まあ、野口先生自身が潜在意識教育とか、はい、生体出産とかって、お腹の中から子供に手当てし、勇気をするとか、はい、してその生まれ方とか処置の仕方とか、まあ、それ以前に、まあ、女性の月経の経過の仕方とかね、月経っていうのは小さな出産なんで、で、まあ、出産でその幼少期の子育て方法とか、そういう中でこの思春期っていう問題が出てきたりとか、結婚する、うん、でまあ、そこから今度はしかみつぼそう、打腹風、子供が生まれたらね、病気をどう経過していくかと、更年期の問題が出てきたりとか、うん、病気をどう乗り越えていくかとか、であとはまあ亡くなる、亡くなり方ですよね、まあ、そこまで解かれていて、まあ、そういった意味では、まあ、ライフワークというか人生の一つの、はい、うん、生き方の指針が生体、脳内生体で、その腰が痛いから治してほしいとか、はい、肩が痛いから治してほしいとかっていう、そういう対症療法的なことではないですよね。特に子育てに関しては非常に奥深いなと思っていて、そのやっぱりこう生まれてからというのは一番大事な時期でね、生後13ヶ月間大事だって言われてるんですけど、そのやっぱりそこをちゃんと押さえておくことによって、あとがこう最初はすごい大変なんだけどね、あとが本当どんどんなくなってくる。要はボタンをこう1個かけ違えたらどんどんずれていっちゃうじゃないですか。そこの最初のボタンだけきちっとやっとけば、あとはまあちゃんとつながっていくんで、そこがね、やっぱり今の現代社会を見てると、最初にこうボタンの掛け違いしちゃって、うん、でもう途中でしんどくなっていくとか、まあ、そのなんか掛け違いが今度思春期でこう出てきちゃって、うん、まあ、大変だとかね、うん、だからまあそこら辺はやっぱり野口先生の教えっていうものは、もっとこうそういう子育ての世代に広がっていって、うん、子供との関わり方とかね、うん、なっていけばいいなって思いますよね。だから、まあ、私の娘たちも今年頃ですけどね、うん、そろそろいろんなことを教えていかなきゃいけないなと思って、男の選び方とか、男のしつけの仕方とかやっぱり男ってこう教育がいるんですよね。その辺はもうやっぱり自分もいろいろ経験してきてね、うん、男と女の関わり方っていうのもいろいろと考えてるんですけど、やっぱりこう女の人が子供を産んで育てていく過程に、男が同時にこうついていければいいんだけど、すごいずれちゃうんですよ、やっぱり。で、まあ、産後の、まあ、言われた一言が忘れられないとかね、そういうので揉めたりとか、なかなか男と女って別な生き物なんで、ね、大変なんですよ。でもそれも含めて、どうやってこうみんなが、ね、成長していって、うん、お父さんとして成長する、お母さんとして成長していって、まあ、子供を成長させていくかっていうところにね、つながっていくっていうのは大事かなと。そうですね。野口先生はこうご家族でね、みんな見てらっしゃいましたね、うん、息子孫っていう形で続いてくるんで、2世、3世、4世、5世とかね、うん、なって見ていくっていう世界ですけど、男の人ってね、生体来ないんですよ、基本的に。ですよね。みんな女の人は来て、まあ、来たら、まあ、奥さんが無理やり連れてくるみたいな、はいはい、そういうケースが多いんですよ。もしくは、まあ、ちょっとこういう面白そうな世界だなと思って興味持ってくる男の人とかね。世の中自体が今閉塞感がすごいあるんで、うん、やっぱりこうナイーブな人はこう生きづらい時代になってるんで、やっぱりなんかそういう人たちがね、やっぱりこう生きやすい社会を作っていくっていうことも大事だろうし、やっぱ結局生態やっていくと個人個人が元気になってくるんだけど、やっぱり社会が良くならないと個人個人がね、良くならないし、個人個人が良くなると社会が良くなるってことなんで、やっぱりその場で何かこう痛いところを取るとかところからきっかけ、まあ、最初はきっかけはそうだとしても、自分の体をとの付き合い方を覚えるとか、自分の体を通して、まあ、いろいろな気づきになるとかって、それがまあ生態の醍醐味かなっていうふうに思います。
来てるんですよね。まあありますけど、ただ、はい、そのそういうその痛みを通じて何かこうまた学ぶ機会があるんですよね。だから一番大事なのはやっぱ生態を理解して、例えばそういう反応が出てきた時に、はい、その自分の体に任せられるか不安でいっぱいになるかっていう、はい、違いが出てくるんです。で例えばその病院に行って、まあ、ステロイド系とかもらって、はい、こう抑えることはできるんだけど、はい、それは一時抑えただけでまた出てきちゃうんですよね、はい、だからそこでどうやってその自分の変調を乗り越えていくか、はい、自分の体を信じてね、そこがあのやっぱり相当覚悟がないと難しいと。だから私はあの自分の子供が生まれた時に自分の子供に生体を育てて、まあ、要するに薬も注射も打たないっていう、で何があっても、ね、生体だけでやっていくって言った時にやっぱりこうある種の覚悟がありました、ね、まあそれでもし何かあってもあの、まあ、自分の責任であるだろうっていうね、はい、そこの覚悟みたいな。でもやっぱり子供たちはその病気や怪我、その生き方を通して何かこう学ぶものがあって、うん、自分に対する体に対する信頼感っていうのが出てるんで、うん、それはもうそのまま家族の中の一つの、うん、なんだろう、家風になってくるね、やっぱりこう風邪ひきそうだったらね足をするとか、うん、私の、あの次女が小学校2年生の時にね、うん、パパーとか、ね、明日風邪ひくから足を用意してって言われたことだからもうどんどん体があの、はい、そうそう風邪ひくぞっていう感覚があるんですよね、はい、だから足をしてほしいって言われたことがありますよね。だからやっぱそういうものがこうあのちゃんと養っていれば自分の体の変調っていうのは分かるんで対処が、そこでこう、まあ、対処療法をしていくと、うん、また薬飲んどけっていう感じになっちゃうと、またこう自分の力じゃないもので変化していくんで、よく自分の力が分からなくなるとかね、そういうふうになっていくから、まあ、できるだけ、まあ、薬っていうのも、まあ、自分の中の体の薬を使って治していくわけですから、まあ、怪我をしてもね、あのバンドエイドとか、はい、あの包帯とかやらないでしばらくこう指切ってもこういさせるんですよね、はい、でだんだん血がネバネバしてくるよとかって、はい、で、まあ心臓よりも上にこうやってあげておくんです。ネバネバしてくるよ、この血が出てるのはその毒を出してるんだよって言って、ゴミとかね、はい、で出てきてそのネバネバしてきたらってこと拭いておくとその血が固まって傷口を塞いでくれる、はい、で中でその縫合したらポロッと取れるっていうね、はい、そういう自然の摂理を自分の体で見ておくと自分の体を信じられるようになるんで、それは大きいと思いますね。頭では分かるんだけど、そうですね、体で体験するのは怖いんですよね。そうですね。でもそれもあの何回か体験していくうちに、はい、あの実感として捉えられれば身についてくる。まあ、まあ、極端な話、その、お腹の中から雪してるの、2世、3世、生体子、雪子って言うんですよね、うん。私の家族で言えばもう3代まで続いてるんだけど、その、初代は雪子じゃないわけですよね。うん、だから、まあ、それがある意味で野口先生だってそうなんですよ。その、息子のとかお孫さんたちはもうそういう、雪子になるんですけど。あ、まあ、それはもう、仕方がないんですね。サラブレッドと突然変異みたいな。野口先生はあの講義録とか読むとね、生体をやるのに遅すぎることはないですかって、そういったことはありません、はい、来世で使いますって言いましたから、まあ今からでも、ね、はい、やっておくことが、まあ、来世につながる、はい、でも根性だってね、なんかあるじゃないですか、やっぱ、なんか私なんかちっちゃい頃からもうこんな格好とか足上げてるとか、その写真しかないですから。でも前世がやっぱり武術やってたのかもしれないしね、こういう生態的なことを。まあ、幼稚園の時に海女さんがこうやって見てて、この人うまいなと、この人下手だなって見てすぐ分かってましたからね。
なんかそういうセンスっていうのはやっぱりこう前世の何か持ってるんだと思うんですよ。そういう意味では前世のことをやっていくと早いよね。まあ根性でいろいろやってることが来世に使えるとかし、はい、まあそうやって治療じゃないっていう形を取っていったんだけれども、ね、反面日本医術的な技術もあるんで、なんかそれはそれでもったいないなと思うんですよね。やっぱりそうやってこういろんな人の知恵でこう作られた技術っていうのがまとまってるんで、例えば野中五作奏法とかね、柴田奏法とか鹿島療法とか、まあ、いろんな山下紅療法とかいろんな技術が、高橋生態法とかね混ざって、それをこうやっぱり生かしつつね、やっていくっていうのも大事な、日本人にとっては必要なことかな。西洋医学、中国医学に対して日本医学っていうものがあるとすれば、そこの部分があるんで、やっぱりそれはちょっと残せるものは残していきたいなと思いますね。ありがとうございます、はい、一人一人の体が変われば日本が変わる。日本人大学。